風待ち坂の途中をお送りしています。お別れのお時間も近づいてきておりますが、七色ドロップ、色に関するお話のコーナーをお送りしましょう。年が改まって、一年シリーズで、いや、まあ、頓挫するだろうなとか、いろんなことを考えたんですけれどもね。まあ、年が改まって初回ということで、1月の色ってなんだろう、なんていうふうにね、考えました。そうするとですね、いろんな書籍で、色の歳時期みたいなね、そういう和の色の名前を表すものが多いかな、紹介するものが多いのかな、いろいろ出たりとかしていまして、それをパラパラパラっとめくってみますと、1月、そうだよね、みたいなことで、初詣に行ったり、神社くぐること、鳥居をくぐることが多いと思うんですけれども、おめでたいイコール、黄色、黄みがかった赤ということでですね、そういったものを一番よくひょっとしたら目にするのが1月なのかもしれないなというふうに、私も素直にうんうんと納得をいたしました。で、前、黄色というのは、黄みが少し入った鮮やかな赤で、英語的に言うとスカーレットっていうことも多いですよね、なんていうふうにお話ししたことは、実はあるのを覚えてました。そこへ持ってきて、これまたね、ごめんね、すぐ漫画の方に行く。世間で、大変話題になっている鬼滅の刃、あれをね、ちょこっと1巻2巻まで今行ってないかな、なんかね、遅ればせながらちょこっと読んでみたわけですよ、娘のおすすめで。まあ、暇なんだったら1回読んでみたいな暇なんだって、いや暇っちゃ暇なんだがみたいななんかとにかく彼女としては若干母と語り合いたい要素があるらしく、とにかく一回読んでみたいなことになっていたので、おずおずと手を出してみたところ、主人公のですね、鬼退治をするために持たされる日輪刀という刀、これがですね、材料に正常非黄色の火です、正常非鉄、鉱石という名称が出てきましてですね。ん？これは確か色の名前だったよねと思って、ピンときたのでなんか紐解いてみますとですね、普通に言う黄色より少しだけ赤紫によった鮮やかな赤を正常非と言うそうです。でね、もともと炎色、もっと赤紫に近い赤が炎色だと思うんですけれども、炎色と区別をつけるために正常非という、色の呼び方ができたそうですね。ちなみに正常というのは、獣編に星と書いて一つ目の正の字。で、二つ目は、佐々木さんの二文字目、同じ字が続くときの略語ですよね。それを、二つ目に書いて、糸編に非常階段の非で、正常非。ということです。で、正常非鉄であるとか、そういうのは、どうやら実在はしないらしいんですけどもね、赤いパワーの強い、材料で作ったっていうことが、おそらく、言いたくて、この字を使われたんじゃないのかな、なんて思います。で、黄色よりも、やや紫がかっているのが正常非。さらに、もっと紫の色味が強いのが、エンジ色ということでですね、正常というのは、これまた何かというと、東洋の架空の動物のことを言うそうで、例えばキリンとかね、鳳凰とかね、あれと、こう、類するものが正常。で、能のね、演目に正常という演目があるそうで、真っ赤な、髪色のカツラをかぶって、面をつけて、で、衣装もかなり赤みの強い織の、金襴っていうのかな、あれはね、豪華な衣装をつけて、主人公が出てくるという能の演目もあるそうですよ。七色ドロップお送りしました。ここで最後の曲をお送りしましょう。スピッツで、ただ春を待つ。